私がスコールリーダー。暗くてよく見えないがレーダーにアグレッサー反応がある。了解です、スコールリーダー。引き続きクエイク第6分隊の捜索を続けてください。ラジャー、任務を続行する。第6分隊からの通信が途絶えたのはこの辺りか。はい、アグレッサー反応もあります。待ち伏せにあった可能性も。生存は厳しいかもしれませんね。捜索はスコールの仕事だ。俺たちは敵を殲滅するぞ。やかおかい、おぶとさそり、こんな凶悪な生物まで巨大化を。人間でも死亡例がある毒を持った生物がこの大きさ、震えるね。にしても最近の奴らの行動は目的が見当つきませんね。それあんたの頭じゃねえ。ひでえな、ブレンダー。メンゲル博士がガーガントの残骸を調べた限りでは何らかの地質調査を行っていた可能性があると。地質調査というと？ガーガントの足跡に深さ200メートル以上の深い穴がいくつも見つかったんです。200メートルだって？詳細は分かりませんが、歩くたびにこう何かを突き刺していたようなんです。うん、博士の最終的なレポートを待つしかないな。アグレッサー反応接近。囲まれています。待ち伏せか。第6分隊はこいつらに。スコールリーダー、第6分隊を発見した。全員死亡だ。了解です。座標を記録し帰還してください。俺は一人もんだからな。お前たちが家族みたいなもんだ。レーダーに侵略兵器の反応です。すごく大きい。まあ
ーザーよりもハイブクラフトに近いな。ハイブクラフトのように惑星間航行が可能なのか。ブラスト招待、敵残存兵力を殲滅してください。回収を追っ始めますか。巨大生物か。中にはいいやつがいてもいいと思うんだけどな。クラウドの連中の意識の高さにはうんざりだ。昆虫は脳も小さく、本能と反射で生きてる生物だから人には懐かないんだ。だけど巨大に進化した脳を持つ彼らなら、あるいはあんたラジオと虫の話するときだけ本当にご機嫌だよね。